はい、皆さんどうも、橋本でございます。皆さん、Facebook はやってますか？しょっちゅうやってる方もいれば、たまにしか見ないという方もいると思います。その Facebook にはブロックという機能があります。普段そういう機能は使わない方がほとんどだと思いますが、実際にブロックという行為をするとどういう状況になるのか、またどんな影響が出てくるのかを今から説明していきたいと思います。まずブロックのやり方ですが、まず一番手っ取り早いのは、そのブロックしたい相手のタイムラインに行って、そこからブロックするというのが一般的な方法だと思います。ブロックをしたらどういう状況になるのかはこちらです。お互いのタイムラインを見れなくなったり、タグ付けすることもできなくなります。で、友達として追加することもできなくなります。で、友達だった場合は当然解除されます。このようにお互いに Facebook 上では存在しない状態になります。ブロックされた相手には通知が行くことはありません。ただこれで相手にはバレないでしょうか？まず間違いなくバレると思います。先ほど説明しましたように、友達だった場合は友達から解除されますので、友達の人数が1人減ることになります。したがって相手も当然人数が1人減ることになりますので、しょっちゅう Facebook をやってる相手でしたら、急に昨日まで100人だったのが今日になって99人になった場合は、誰かが友達を解除したということになります。でそうすると、しらみつぶしに探していけば、あの人がブロックしたんじゃないかということが感づくことになります。よほど相手が Facebook を頻繁にやらないか、まあ頻繁にやってたとしても鈍化でない限り、ブロックされることはまずバレると思います。そしてブロックした時に一番まずい状況になるのが、共通の友人がいた場合です。共通の友人のタイムラインにブロックした側が何かしらのコメントを残した場合が、まあ、一番まずい状況になります。まあ、どういった状況なのか、シチュエーションを交えて今から説明していきます。まず登場人物を設定します。でまずブロックする側が私、ブロックされた側が A さん、そして共通の友人を B さんとします。そして B さんのタイムラインに私がこんなコメントを残したとします。はい、今字幕で出ていますが、こんな何気ない会話をお互いにコメントしたとします。 B さんと私としたら、このように見えるんですけれども、ブロックされた側の A さんはこのような状況になります。今字幕で私のコメントが消えた状況になっています。私と A さんは Facebook 上では存在しない状況になっています。したがって A さんからは私のコメントが見えなくなっています。まるで B さんが誰もいない人に一人でコメントしているような状況になるわけです。そして字幕で見てますように、私の名前がこうやって出ていると、 A さんは私からブロックされたっていうことが認識できるようになります。こういう状況は、お互い友達であった場合、もともとが友達でない場合でも共通することになります。はい、いかがでしたでしょうか。この Facebook のブロックという行為は、どうしてもやむを得ないという場合の最後の切り札行為です。むやみにブロック行為を行うと取り返しのつかない状況にもなります。ブロックを行う際には慎重な判断をしていただきたいと思います。ではまた次回。